Good morning, Night City! 昨日の死亡者数クイズの結果は手堅く30人。そのうち10人はギャング抗争の続くヘイウッドからだ。警官も一人死んじまったから取り締まりが厳しくなるぞ。 NCPD は身内殺しを絶対に許さないからな。サントドミンゴはまたもや停電。今回もネットランナーどもが送電網に悪さをしたらしい。ウエストブルックではトラウマチームが今もサイバーサイコ事件の犠牲者を掃除中だ。パシフィカはっていうと、まあ相変わらずいつものパシフィカだな。以上、ナイトシティといえばこの俺、スタンガーお届けしたぜ。それじゃあまた会おう、この夢の街で。カップリングモジュールだな。来た時は大したことないって言ってただろ。すぐ治るって。わかった、どけ。おい、どうだ、ギブアップするか。カップリングをバイパスして直結させる。それじゃコンプレッサーが止まらなくなるぞ。あんたの意見は聞いてない。さて、待ちか待ちかだな。だから言っただろう、諦めろって。うまくやったな。問題はいつまで持つかだ。ナイトシティまで行ければいい。着いたらまた考える。そうかい。ジャッキー・ウェルズってやつを探してるんだが、何か知ってたり。もしもし。もしもし。もしもし。ああ、やっと繋がった。ウィリー・マッコイ、声が聞けてよかった。俺もだと言いたいところだが。何か問題でも。クランを離れたんだろ。もう手は貸せない。さては、臆病風に吹かれたか。そうじゃない、掟の問題だ。
掟があってこそ世界はうまく回る。ここはノーマッドの島だ。バッカーを抜けたお前はもうよそ者さ。だから手を貸せない。お前も他の仲間とスネーク族に加わってりゃよかったんだ。スネーク族なんかクソくらいだ。最後にもう一度だけ力を貸してくれ。はい、これで何度目だ。運び屋の仕事を受けたんだが、依頼主の場所がわからないんだ。待ち合わせの時間と場所はちゃんと守ったんだろうな。カップリングのせいで車がダメになってな、ここまで来れたのも奇跡だ。とにかく依頼主が伝言を残してるか調べてほしいんだ。わかった。これが本当に最後だぞ。そいつの名前はジャッキー・ウェルズ。あったぞ。農場で待ってるとさ、位置情報を送る。ありがとう。オンに切るよ。ああ、じゃあ達者でな、B。二度と連絡するなよ。農家に転職する必要はなくなったようだな。お前が例のやつか。あんたがウェルズか。ジャッキーでいい。 B だ。で、運ぶのはその荷物か。俺の地元じゃよ。仕事の前に少し自分の話をするんだ。習慣っつうかマナーみたいなもんだな。じゃあ、あんたからどうぞ。生まれも育ちもナイトシティ、ヘイウッドの出だ。ナイトシティには行ったことないからよくわからない。そうだな。全員が兄弟でもあり、姉妹でもあり、いとこでもある。そんな場所だ。わかるような気がする。いがみ合うことがあっても家族には変わらない。その通り。あと全員が銃を持ってるな。お前は？俺も似たような場所の出身だ。お前とはうまくやっていけそうだな。ブースだ。中身は何だ。知らないに越したことはない。俺も知らないし、それでいい。何を密輸しようとしてるのか分かってないのか。これは企業の盗品だ。盗品ね。誰かがなくし、誰かが拾い、回り回って今ここにあるだけだ。バタフライ効果とかいうやつだな。これを探してる奴はいないのか。探してたって関係ねえ。見つかる前に宗教を超えればいいだけだ。だろ。じゃあ車に積もう。了解だ。正直もう来ないのかと思ってたぞ。問題が起きたんだ。あんたを探すのにも苦労した。なるべく目立たないようにしてたんだ。保安官は面倒くさそうな野郎だったじゃん。こういう仕事には慣れてんのか。なんだ、緊張してるのか。俺が？まさか。いや、実は少しな。スキャンさせて書類を調べさせる。よし、全部俺に任せろ。車両検査エリア
まで進めてください。車両から出ないでください。まもなくセキュリティチェックを始めます。なんか嫌な予感がするぜ。目録を貸せ。確認したい。ほらよ。よし、ちゃんと LOA になってる。どういう意味だ。到着時紛失、宗教を超えると同時に紛失扱いになるってことだ。それじゃあ密輸だってバレるんじゃねえのか。すぐにわかる。検査エリアにいる車両の持ち主はさらに取り調べをするので来るように。チンガーだ、マドレイ。どうすんだ。大丈夫、こういう手順なんだ。これも計画のうちさ。信用していいんだろうな。心配するな。職員に賄賂を渡して目をつむってもらうんだ。クレジットチップは持ってるんだろう。おお、そうだった。すっかり忘れてた。そんなことだろうと思った。万が一のためにエンジンはかけたままにしとく。わかった。手を頭の上に。地面にうつ伏せになれ。二度は言わないぞ。俺が何をしたって。ちょっとやめてよ。うつ伏せになれ、これは命令だ。持ってる武器はここに出せ。2号室だ、入れ。そこに座れ。書類を。手順は知ってる。全部揃ってるだろ。そいつはどうかな。これから確認する。うん。荷物の中身は何だ。書いてあるだろう。これで全てか。一つだけ目録に加えるものがある。で、どこのクランのものなんだ。クランは関係ない。個人でやってるんだ。そりゃ立派だな。愚かでもあるが、お前のような奴が来るたびにこちら側の人間でよかったと心から思うよ。俺もそうだ。行っていいぞ。同伴者は車内で待ってる。所持品を持っていけよ。あまり危ない真似はするなよ。ナイトシティへようこそ。ナイトシティを楽園か何かと勘違いしてるんじゃないのか。仕方ないだろう、ガキが多いんだから。どうなったんだ。いいから早くここを離れよう。ああ、分かった。で、中で何があったんだ。税関のやつが妙にしつこくて。そういうもんだろ。しつこすぎたんだ。随分と意味深じゃねえが。とにかく運転に集中しろ。誰かがこっちに来るぞ。やばいんじゃねえか。不審者よ、今すぐ止まれ。飛ばせ、ジャッキー。任せろ。お前たちが運んでいるものは企業の所有物だ。繰り返す、車を止めろ。
トシティでそういうやつが見つかるといいな。ありがとう、助かる。気にすんな、これも何かの縁だ。それにお前とは気が合いそうだしな、相棒。おい可愛いヤシじゃねえか。じゃあこのトカゲを連れて出発しようか、相棒。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。ああ、試してみよう。座敷に鍛えていくから覚悟するのよ。さすがの腕前ね。じゃあ少しハードルは役に立ちそうだろ。じゃあいよいよ本番といくか。若子から何かアドバイスはあったか。うちあんたのおかんやない。簡単な仕事や、指示通りやったらええだとさ。よし、行くぞ。エレベーター、こっちだ。ターゲットはサンドラ・ドーセット。数時間前から生体モニターの反応なし。すでに殺されてる可能性もあるけど、頑張って。頑張ってじゃなくて頑張ろうだろ、バグ。現場にいなくたってお前もチームの一員なんだ。チームね。はい。二人とも落ち着け、仕事中だぞ。そうだぞバグ、集中しろ。ゼータテクのコピー品ばっかだ。闇改造によくあるやつだな。こいつじゃない。捜索を続けるぞ。さっさとしろ、プロだ。B、前方に注意しろ。いるぞ。静かに片付けるんだ。反応はない。もう大丈夫のはず。先に進んで。患者 MC570442 を確保。投与開始。ドーパミン70、ノルエピネフリン110、ピブリン800。よし、そろそろお前んちだ。お前はヘイウッドに戻るのは難しそうだが。大丈夫だ、通してもらえるさ。本当か。うん、また丁寧なジャッキーの出番だ。じゃあおやすみ。ミスティによろしくな。ああ、
じゃあな。